リベラルの会は民主党にかつて存在していたグループ。通称、近藤グループ。2021年時点で活動は見られず、11月に近藤代表は立憲民主党のサンクチュアリの代表就任。同時に同グループは旧近藤グループとして区別するようになった。2004年8月2日、イラク日本人、人質事件に際して4月14日に、 日本外国特派員協会で自衛隊の撤退を求める緊急アピールを発表した民主党議員が中心となり、5憲派、リベラル系の当時当選3回以下の若手議員53名が集まって結成された。当初から代表を数かず生方雪寄らせは人20人による集団指導体制を敷いていた。当初50人以上いたメンバーは民主党内で 独自の代表候補要率に至らなかったこと、その他の政策活動で必ずしもまとまっていないことなどから、元のグループへ戻ったり無派閥となったりしたため、メンバー数を減少させていった。さらに、2005年9月の優勢選挙で冒体の若手メンバーの多くが落選したため、会の存続すら危ぶまれたが、平岡秀夫、近藤翔一を代表世話人とすることによって、 活動を再開した。2006年4月には雑誌、世界にて民主党が目指すべき安全保障を発表し、当時、集団的自衛権行使用に中国脅威論に火を切っていた前原政治代表を建制するなど独自の存在感を持っていた。2008年7月15日から北海道、四国湖畔で合宿を行い、7月16日に政策提言。 思いやりの国、日本を目指してを取りまとめた。一方、9月の代表選への独自候補要率は見送られた。2009年5月の代表選では自主投票としたが、鳩山幸男には憲法改正、岡田克也には野党、老祖等との共闘についてただし、両者から思いやりの国、日本を目指してへの賛同を引き出した。2010年6月の代表選では、 リベラルの会として、菅ラオトを支持した。9月の代表選では菅再選支持を留保し、米軍普天間基地の国外移設などを求める政策提言を提示して、候補者の選考を図ったが、菅も対立候補の小沢一郎も政策提言の内容をほぼ受け入れた上、菅支持派と小沢支持派に割れたため、9月3日に自主投票を決定した。 12月の防衛大綱の改定で武器輸出3原則が見直されようした際には11月11日に慎重対応を要請し11月29日に反対声明を発表するなど政府、与党に対して異論を提起した2011年8月の代表選では代表世話人を務めた平岡が出馬に意欲を見せたが推薦人が集まらず断念した近藤は 小沢グループ依存の海江田万里と折り合わず、一回目の投票では、かつて激しく対立した前原に、決戦投票では、野田義彦に投票し、メンバーを驚かせた。野田が代表に選出された後の内閣人事では、平岡が法務大臣として初入閣した。2012年9月の代表選では、米軍岩国基地へのオスプレイ配備に対する反発などを背景に、平岡が、 民主党復活会議の結成に参加して、野田の対立候補要率に動き、近藤が赤松博隆の推薦人となった。12月の第46回衆議院議員総選挙では、平岡が落選し、近藤も小選挙区で敗れるなど、大幅にメンバーを減少させた。12月の代表選では、サンクチュアリリベラルの会、祖公会のメンバーの間で、海江田推薦が取り決められた。 2013年7月の第23回参議院議員通常選挙では松野忍部他の名名の改選議員がいたが松野は落選した2014年12月の第47回衆議院議員総選挙後に行われた2015年1月の代表選ではメンバーの篠原隆が出馬に意欲を見せたがリベラル系の候補者を 長妻明に一本化するために断念し、近藤が長妻陣営の選挙対策本部長に就任した。また、メンバーが重なる立憲フォーラムは、細野武史不思議の方針で一致した。2016年3月に民進党を決闘される。2021年11月にグループ代表である近藤翔一議員が引退した赤松議員に代わり、 立憲民主党のサンクチュアリの代表に就任している。私たちは、東西冷戦に象徴されるイデオロギー対立の政治が終焉した21世紀こそ、真の自由と真の民主主義を実現する世紀にしたいと思います。そして、真の自由と真の民主主義こそが、世界に平和をもたらし、個々人に光り輝ける人生をもたらすものと、考えます。 以上の基本的認識のもと、私たちは次の基本的考え方を政策実現していくために、リベラルの会を結成します。憲法第9条の精神を世界に広め、生かしていきます。自衛隊は、選手防衛に徹し、一部の国を敵国扱いすることとなる集団的自衛権は、行使せず、国連を中心とした集団的安全保障の確立を目指します。 国連改革を推し進め、新しい国連のもと、積極的に世界平和の構築に取り組むとともに、北東アジアの平和と安全のためにイニシアティブをとっていきます。真に自立した市民一人数とが政治に参加することのできる市民に開かれた政治を目指します。そして市民に開かれた政治の中で社会的立場の弱い人を含むあらゆる人が、 安心して自由に暮らしていける社会の実現を目指します。リベラルの会、設立趣旨、ありがとうございます。